アニタ・ページはアメリカの女優、ニューヨーク・フラッシング出身。1929年のアカデミー賞に出席した最後の人物。サイレント映画とトーキー映画で活躍した。出身地のニューヨークでキャリアをスタートさせ、1925年にクレジットされなかったが、小さな役で映画に出演した。しかし1926年には主役となる。 彼女の最初の MGM 映画はスマッシュヒットを記録しその次の2作の MGM 映画でさらなる成功を収めた。踊る娘たちでジョーン・クロフォードと初共演しスターダムに登り詰める。1週間で1万通のファンレターをもらうほどの人気となり、2作品でバスター・キートン、1作品でジョン・ギルバート、クラーク・ゲーブル、ウォルター・ヒューストン。 ダグラス・フェア・バンクス・ジュニアと共演した。ブロードウェイ・メロディは多大な成功を収め、その年のアカデミー賞作品賞を受賞した。2本の映画で歌も披露し、ナンバーワンヒットとなった。34本の映画に出演した。2004年に最後の映画出演を果たした。ありがとうございます。